リンゴジュースそこ入れたきね。うん。タコもお食みたいないっぱいのいっぱいの。ちょっとなんか。それとおしゅ。小鳥がさえずり言うけど、何釣りかわからんね。なんて？え？何釣り？だなうん、でこれはねよく使いますって、うん、体強くなるこれ今のお鍋は体強くしたらダメなんだね、うん、でもあったね、サラダ。あの、これ、オリーブオイル、確か。皮でね。で今やっとることは空だけにならんの。え？今やっとることは空だけにならんの。まあ、そんなにやね。使い始めが大変だったのっけね。うん、非常に。ああ、よかった、気がついた。オリーブオイル変われんのや。あの、ほら。よし。さっきのショウガスがね、そのままあるね。うん。一本目。どれどれ。これは温度は一定の温度がいいの、卵焼きは。うん。どれぐらいの火加減？だから調理。うん。本当これ。出し巻きができるだ1個でできるだほんとこれできるわほらうんしもたね飲み込まった素直に信じた方がいいまいちゃう、まいちゃうかと思って。ああ、そうやね。おむすびの方が食べやすいやろ。うん。ねえ、こんなにあっても。まあ、早う食べれたら寝れるわね。どういうこと？昼休みに。
動かしよってもらいたい。食べましょう、うん、こんなん綺麗なんよ、うん、わざわざこんなね、お正月の料理にあの卵巻きや、うん、わざわざこんな模様してとかね、うん、これも一回入れたらいかんねん、本当に一個で入れたら一個で、そらそうやろ、うん、まだなんだよ、お塩だけやったらものすごく綺麗な色になる、うん、はい、いただきます、甘いもの入れると何か食べてもらう、食べたら これ初めて使う言うから初めからうまいこといかんわ、うん、これはね、うん、おむすびを作ったりするのにものすごいコツを覚えました。はあ、明日から失敗編。ほら。うん。けど弁当入れてくるとやっぱり火通すわね、うん、